こんにちは、ターザンババゾウです。そして岩田ジビロです。ジャイアント黒田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ドラガリアお悩みロストとは、既婚者おじさんゲーマー3人による視聴者からのドラガリアロストに関するお悩みや恋愛や子育てに関する幅広い人生相談にもお答えしていくラジオ形式の動画番組です。ということで、はい、いやー、はい、もう皆さんから大変好評いただいて、はい、早くも2回目ですよ。いや、これ日本撮りだから来てないからそれは言わないでください。来てないから、まあ来てたらありがたいけど、はい、まあ、はい、そこはぜひ、まあ、来てることを願いましょう、はい、とりあえずね、はい、大変好評という体で、はい、進めていきますけども、はい、ております。気持ちを上げて、はい、はい、ということで今日は何ですか。今日はですね、はい、やっぱ皆さんね、はい、ガチャ好きじゃないですか、はい、なんで、はい、早速まずは、はい、お悩みをロストする前に、はい、ガチャをしましょうと。一旦ね、そうです、はいはいはい、お金をロストしましょうって言い方よ、はい、はい、じゃあまずは岩田さんから。はい、私岩田ジビロから引いていきます、はい。まあ、岩田さんに関してはまだ持ってないものだらけなんで ね、 そうですね。我々今日今収録の、ね、日は今ドラゴンレジェンドガチャなんで、はい、ね、ドラゴンが出やすいと、はい、いうふうになっておりますね。で、目玉が多分このケルベロス、はい、ケルベロス、そうですね、はいはい、おなじみですね。あと、まあ、リバイアさん、リバイアさん、でジャンヌダルクっていうこの3つが目玉、はい、はい、そうですね。まあ、ケルベロスといったら、うん、まあ、僕シャドーバーストでやってます。耳ここもいるからね。そう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 、はい、もうシャドーバーストで愛着があるキャラなので、うん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 、ぜひとも引きたい、はいはい。逆にリヴァイアさんは、うん、別に愛着はないんで、ないやってるゲームによってね、なんか見たことあるとかね。そうそう、ジャンヌダルクもシャドーバースいますから、はいはいはい、聞いてみたい。じゃあ当たりはジャンヌダルクとケルベロス。そうですね、来たら、まあ、とりあえずまあ星5来たら、岩さんの狙いはそれってことですね。なるほど。でも僕、まあ、まだドラガリアロス初心者じゃないですか、はいはい、最近気づいたんですけど、うん、はいはいはい、このガチャって、はい、そのキャラと、うん、ゴフとドラゴンが一緒くたになってるんですよね、はい、お邪魔でですね、うん、そうです、はい、だから何が出るかはまあ正直わからない、はい、だからキャラ欲しくても違うの出る可能性はもちろんあると。あります、はい、何が出るかは分かりません。でもさらにですよ、はい、気づいたんですよ僕、うん、この提供割合を押しますけど、はい、この、まあ、今回ドラゴン、うん、ドラゴン召喚の、はい、ドラゴンレジェンドのねやつなんで、はい、ドラゴンの割合高いんですけど、はい、前回のね、はい、ガチャの時の提供割合見たら、はい、ゴフの方が高いんですよね。はい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 、例えばゴフが 1% でキャラが 0.5% でドラゴンが 0.5% みたいな、はい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 、それがデフォですか。まあ、今のところデフォの、はい、設定になってはいますよね。まあまあまあ、まあ、ゴフとかも結構、まあ、実際必要枚数がね多かったりはするん で、 そうです、ね、まあまあ何枚出てもみたいなところはあるけども、でもやっぱね、うん、1プレイヤーとしてはやっぱキャラ、はいはい、ドラゴンよりもさらにキャラ、まあ、まあ実際ね形として見られるのはね、うん、そう操作できますしね、キャラとかはやっぱり、はい、あのね、キャラなんで、はい、まあ、そういうところは確かにあるかもしれない、はい、はい、だからこれがねちょっとな奥深いなと思っていや奥は深いわ。ちなみにこれまでのね、うん、あのリリースされてから、はい、そのキャラ確定というかキャラ専用ガチャとかあったんですか。うん、あ、ありました、まあ、確定するやつはあった、はい、ただあの課金の石を使ってそうそうそう、はい、やるガチャで、まあ、キャラクターとかゴフとか、うん、ドラゴンはそれぞれ確定で星5一体出ますよみたいなのはありました。期間によって分かれてるみたいな、はい、はははははは、はい、まあ、だからその時のキャラで引いた人は多いんじゃない。そうですね、うん、でそういうとこ時を狙っていった方がいい。そうそうそう、そうですね、そうそうそうっていうのはある、うん、はい、まあ、今回は、まあ、残念なことに、うん、まあ、別にドラゴン、ドラゴン残念でもね、別にドラゴン欲しい人はいるだろうから、ドラゴンが出やすい、まあ、ドラゴンも実はこのタイミングで引いた方がいいそうですね、はい、逆にドラゴン死ぬほど欲しい人いると思うよ実際。まあドラゴンはあの同じパーティーに同じの入れられますし、うん、あと限界突破で上限を強くすることもできるん で、 そうです、ね、まあ、全然同じの引けてもそうです。結構ジャンヌとかやっぱり実際に人気あるんで。そうですね、まあ見た目とか、うん、まあ、声優さんも含めて、ね、はい、はい、なんでこの辺で引きたい人もいるんじゃないですか、ね。まあ、あとまあ僕はねまだ初心者なんで、はい、これでドラゴン出ても嬉しいし、別にキャラ出ても嬉しいし、まあゴフはちょっと微妙ですけど、はいはい、まあ、キャラ出たら嬉しいかな、はい、だからまあキャラドラゴン狙いってことね基本はね。そうですね、はい、はい、キャラも一応ピックアップされてるんで一人、あ、そうなんですか。
誰ですか、誰ですか、どれですか、あ、あの水のやつだ、あ、この水のちょっと、はいはいはい、ランサーみたいなやつですね、はい、あいつが若干出やすくなってます。あ、そうなんだ、星4ですか、こいつは、はい、星5です。あ、星5なんだ、はい、星5、星5、名前がザインフラットさん、ットさん、はい、なので、ザインフラット、本当だ、はい、まあ、キャラだったらそれが出やすいかなという、他のと比べたらだいぶ出やすくなってる気はする、はい、あ、はい、じゃあいきますか、じゃあ早速引いていきましょうか、はい、じゃあ10回召喚で、はい、いきたいと思います、お願いします。で、これ僕いつも思ってたんですけど、はい、このドラゴンダイヤと竜気章ってどっちから消費していけばいいですか。これはね、もう断然竜気章ですよ、ね、うん、っていうのはドラゴンダイヤでしか買えないやつがあるから。そうですね、ほう、だから竜気章は、だから竜気章は全然使えないね、あのなんていうのかな、あの買うやつもあるんでショップには、はいはいはい、で基本は、まあ、竜気章を使って行った方がいいと。でさっき話したの確定のガチャもドラゴンダイヤ専用だったんで、うん、まあ、その時のためにダイヤ取っとくのがいいんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、だから優先すべきは竜気章を使って先に使っていきたいかなっていう、はい、はい、だからもう簡単に分けるとドラゴンダイヤは有料課金し、はい、そうですね、竜気章は無料課金しみたいな感じですか。ゲーム内でプレイして手に入るっていう、うん、ああ、それは分かりやすい。じゃあ、はい、皆さんこれ竜気章から使ってくださいね、はい、ぜひね、さあ、はい、じゃあ行きましょう。演出大事だからね、ここで分かっちゃうからね、ある程度。あ、読み込んでる、読み込んでる、読み込んでますよ。お、あ、ただドラゴンいないよ。シャンシャンで分かるから、シャンシャン、うん、いかない、変わるさ、あ、でも4つっていや分からん、割といいんじゃないですか。まだまだ実際分かんないですよね、まだ変わる可能性あるんで。でも全部ドラゴン、あ、1個ちょっと違いますね。あ、お、あ、虹来た、これあれじゃん、最初から虹来たじゃん、最初からこれは。いや、熱い熱い熱い、あ、まあ、こいつ強いんで、はいはい、ジャガノート、ジャガノートいいですよ、はい、まあ、はいはいはい、さあね、ちっちゃいやつ、ちびっこね、え、やばい、虹来たよ。まあ、多分キャラを持ってない、持ってる、持ってるのか、まあ、持ってないですね、そう、持ってない、雫に変わるんだ、ここで、はいはい、星4ドラゴン、水属性ですね、はい、はい、おお、よく見ますね。これいきなりこのクリスタルからキャラになったりするときありますよね。ないですか。いや、あれはもうドラゴン確定じゃないですか。ドラゴン確定ですか。あの、はい、扉のとき違うときありますよね。ああ、そうなんだ。俺もあんまり演出そんな見たことないから。もっと丁寧にガチャ引きなさいよ。ドキドキで飛ばしちゃうんですよね。じゃあ最初のもう、あの演出でもう、あーとかなんかなってるから、はい、まあ、星4キャラが欲しいっすね。はいはいはい、まあ、これ5符ですかね、はい、デンジャラスビューティー、うん、さあ、そして次かな、次じゃないですか、いきますよ、そうそうそう、はい、え、何何、お、ジャンヌ、ジャンヌじゃないですか、ジャンヌ来ました。めっちゃ使いやすいよ、スキルがあの範囲広いんで、うん、結構複数の敵とかと戦うときにまとめて殲滅できるのが気持ちいいです。そうですね、めっちゃ当たりじゃないですかこれ、いいな、うん、この内容だったら一発だといいんじゃないですかね。そう、しかもそれこれバフ入るんですよね、はい、防御力が上がります。そうそうそう、だから結構最初の頃は使ってる人多かった実際は、うん、まあ、とりあえず星5、とりあえず星5は育てておけば問題ないです。いや、うん、そうですね、これは間違いない、はいはい、おっしゃということで、いや全然いいんじゃない、10連でこれだったら、うん、いやすいませんね、なんかねちゃんとピックアップされてるやつ来てるし、そうです、はい、そうね、うん、来てます、持ってますよ、持ってたね、すげえ。さあ、じゃあ続いて続いて誰行きますか、行きましょうか、うん、誰、じゃあ僕行きましょうか、あ、じゃあ黒田さん行きますか、はい、行きましょうか、はい、じゃあ黒田さん行きましょう、はい、はい、続いて私黒田が、はい、ガチャを引くんですけれども、はいはい、正直言っていいですか、はいはい、あの今回回したくなかったんですよ。なんでですか。次のイベントのガチャめちゃくちゃ楽しみにしてて、あ、石で言うと5回分で10連チケットも僕1個貯めてるんで6回次いけると思ってたんですよ。いや、だってこれだって10連チケを1枚吐き出すってことですもんね。そうです、貯め込んでいた、まあ、この動画の客のためだけに、まあ、で、いや、もちろんもちろんドラゴンめっちゃ魅力的なんですけど、はい、僕リヴァイアさんジャンヌは持ってるんですね。はい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 、でケルベロスはいないんですけども、はい、まあ、能力がちょっと似ているアグニっていうやつをもうちょっとで突できるので、はい、まあ、最大まで、はい、最大まで強化できるので、はい、アグニがピックアップされてればもうすんげー進んでガチャ回したんですけど、はい、ここでケルベロス来てもなんかこう嬉しいようなややもやする、そう、悲しいような感じで、なんか育てなきゃみたいな感じで、そうなんで
ですよ。なるほどね。でも一応アグにも出るんですよね。そうですね、一応アグにも出るんですけど、凄まじいケルベロスとかより今回のピックアップよりも、そうなんです、確率は低いっていう、勝ち分けみたいになっちゃうんで、なるほどな、はい、なんで、なんですけど、やっぱガチプレイヤーですよね。そう、まあただちょっとね、今回は、はい、ね、申し訳ないですけども、はい、やっぱ引きを一旦やっぱね、そうですね、そうですね、ドラさんどんな引き見せるのかっていうのはやっぱ楽しみにしてる、ちょっと見せていきますか、じゃあ、はい、はい、お願いします、じゃあ行きます、えいっ、さあどうかな、出るかな、さあ読み込んでるぞ、最初まずはドラゴンが来るか、来るか、長いってことはいいのかな、なんか持ってないやつを読み込んでいいのか、単にスペックが低いのかスペックの話はちょっとね、黒田さんのね、古いですからね、あ、鳩が飛んだ、え、何これ、あん、え、そんなんあるっすっけ、あ、ただ虹まではいかない、 いかない、あ、でも5つか、5つ多くない、いやどうかな、虹あんのかな、さあ最後どうかな、準備のパターンあるよ、え、あ、おー、でもキャラだ、キャラ、あ、そうっすね、はい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 、そっか、さあさあ、可能性は結構あるのか、若干やっぱ処理落ちしてるじゃないですかまあお小遣い制のね、辛いところですよね、なかなか我々ね、やっぱ既婚者なんで、はい、なかなかこう自分の好きな時に端末を買えないっていう、さあ、あ、じゃあもうすでに被ってる感じしますね、被、まあ、ってますね、はい、お、実はこいつ僕初めてです、おー、なるほど、インドブルのこいつは嬉しい、ね、はい、あー、これ、さあ、ちっちゃい可愛い子出ましたね、5に反転はなさそうか、さあ、まあ、さすがに持ってますね、でも見慣れてますよね、さあ、おー、しずくマスク気になってますね、そうですね、あー、シルキー、闇のシルキー、はい、来た、かぶりです、はい、こいつが最後ですかね、そうです、そうですね、はい、ということで、まあまあまあ、でも新しいのも増えたし、まあ、ここでね、なんかケルベロス来て、うーんっていう、もっともやもやになるよりは、まあまあいいってことにしましょう、まあまあ、はい、逆に狙って引けないですからね、このそうですね、はい、あ、そう、一個質問なんですけど、はい、この被った時の、はい、この雫の石みたいなやつあるじゃないですか、はい、うん、これ惑星の雫、はい、どこで使うんですか、ですね、これマナーサークルですよね、割と大事で、あのマナーサークルっていうところで使うんですけども、はいはい、まあ、星、あ、星じゃない、マナーサークル5段階目までいくと新しいアビリティとかを覚えるときに使ったりですとか、あとはレアリティ低い星3、星4のキャラクターをこの覚醒の雫を使って星4とか星5に上げることができるんですね。はあ、そうなんだ、はい、星3のやつでも星5にできるっていうのね。そうですそうです、そうなんですよ、なんでまあかぶっちゃっても結果的にはまあ将来的にそういったところで使えるという、うん、はい、もちろん結構な量使うんですよ、ね、そうですね、かなり、星3から星4が2500で、うん、星4から星5が 25,000 ですね、10倍違う、はい、ただそれも結局ミッションでもらえるんで、そうです、ね、コツコツ貯めていけばまあいずれはできるかなみたいな、ね、そうなんだ、とこはあるんですよ、ね、デイリーのミッションとあとはまあイベントで結構手に入るので、うんうんうん、そこで、うんうんうん、はい、入手する感じになるかと思います、はい、はい、こんな結果になりました、はい、はい、じゃあ最後は私が行きましょう、はい、行きましょう、お父さん頑張ってください、はい、頑張ります、さあ、ことで私の端末になりましたけども、はい、いや俺も貯めてたお父さんも、いや俺ルクレツィアのやつも我慢して貯めてたのに俺ここで、あ、それも視聴者のためですよ、いや、まあまあまあしょうがない、出しましょう、はい、はい、ここでね、せっかくなんで、狙いは何ですか、いや俺ね、リヴァイさんも持ってるし、あの、まあ、ジャンヌも持ってるから、まあ、ケルベロス持ってないの、はいはいはい、だケルベロスかなと、まあ、ザイフラットも持ってないんで、はい、まあ、その辺出たらいいなとは、アグニを散突してるとかじゃないか火は俺持ってない、あー、そうなんだ、ね、あ、じゃあ、じゃあ普通に出たら、はい、ケルベロス出たら嬉しい、嬉しい嬉しいかなっていうところはあるけどね、まあ、リヴァイさんさっき見た、あの前回の動画見た通り2体持ってるんで、はいはいはい、さあ行きましょうかね、はい、いやこれマジ俺普通普通に引きたいわ、なんかもういいやつ、じゃあ行きます、いやそれ普通に引いてくださいよ、いいやつ出しちゃってくださいよ、でこれさあ来い、読み込んでるよ、お、ハト飛んだよ、さあ虹来い、金が多いことかな、ハト飛んだ、お、一声、あ、2つしかない、うわー、ちょっと、ちょっと、いやでもまだわかんない、まだわかんないですよ、いかんぞ、いかんぞ、いかんぞ、ん、おお、いやでも今まあまあ金だからな、
え、でも一回この扉から僕キャラ出てきたことあるんですよね。あ、そうなの。そんなんあんだ。見間違いかな。わかんない。ちょっとそれじゃあ、まあコメントで。はい。そうですね。ああ、これこんなんあるんだ。ランザード。僕は良かった。へえ、そうなんですね。はい。おお、これ被ってんな、これ。はい、持っていますね。まあ、雫を、はい、はい、雫をゲットしたと思います。まあ、ちょっともうおつやかな、はい、これ。これだけ引き悪いんだよな、俺ほんとな。俺これ雫祭りかもしれん、マジで。これしかももうこれ2連チャンするっていうのがね、ちょっとちょっとちょっと。ドヤ顔で雫くれますからね。そうっすよね。さあ、雫ばっかり。ああ。さあ、これまたいいやつ、はい、いく。最後は？ああ。持ってるわ。ジャガーノート。ジャガーノート持ってるわ。まあこいつも、まあ、マーベル好きだしね。関係ねえ。名前だけ名前だけ。はい、ということで、はい、私が一番なんなら渋かったかなみたいなとこありますよ。ちょ、ゴフがまあ初ゲットのやつ一番あるんで、はい、はい、まあいいかなとは、ね、思いますけどね。てか、しずくめちゃくちゃ貯めてますね。いや、しずくめっちゃ貯めてるんですよ。すげえ。本当だ。だから誰に使おうかな、誰に使おうかな、うちにこうなってるんですよ。なるほどなるほど。まあイベントのね、あのやつとか、まあ、ストーリーキャラとかね、それでもいいんですけどね。はいはいはい。生産してもいいとは思うんですよ。え、基本的には、うん、やっぱ星4のキャラを星5にした方がいいんですか？そうですね。もちろん星3も星5まですると強いんですけど、うん、あのアビリティ の、 そのいわゆる能力 EX アビリティっていうのが、まあ、星4星5に比べると上限が低く設定されていたりとか、あと星3は、はいはい、あの耐性をアビリティで取ったりするときに 100% にいかなかったりするんですね、うん、なんでちょっとその辺がやっぱりその星4星5に比べると一歩どうしても届かないかなっていうのはあります。そうですね。まあ、100% だと絶対効かないっていうことになるので、はい、それそうなってるかそうじゃないかっていうのは結構差があるかなみたいなところはありますよね。ただもちろん好きなキャラクター、星さんの好きなキャラクターをすごい強くしてる人も結構ゲーム内では見かけたりするんで、うん、そこはもう愛かなっていう感じは、ね、はい、自分が好きだったらやっぱり星5まで行かせたりもするしっていうところですよね。逆におーって思いますよ。こいつすげーっつって、はい、うん、愛感じるみたいなね。なるほどな。じゃあとりあえずそういった使い道がおすすめですよと。そうですね、はい、いうことですね。はい、ということで、じゃあ全員引きましたけども、うん、これはじゃあ岩田さんかな。そうですね、ね、そうですね、ジャンヌ出しましたし、うん、うん、一番引きが良かった感じがするのはね、はい、まあ、やっぱり初めてっていうところでニューがいっぱいあるのがね、懐かしくなり、そうですね、確かにね、うん、まあまたすぐに戦闘力上げていくんで、はい、もう背中は見えてますか。いやいや、結構道のり長いと思うよ、マジで。ね、うん、長いかね、やっぱ。ちゃんとね、あのそのお城とかね、もう施設とかも結構ちゃんと育てて、まあ、いかないといけないんでね、まあ、うん。まったりやりましょう、視聴者の方でもね、はい、あのこれ見て始めたという方、僕と一緒にまったりやっていきましょう。はい、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ドラガリアお悩みロストでは皆様からのドラガリアロストに関するお悩みや恋愛や子育てに関する幅広い人生相談まで募集しています。動画のコメント欄もしくは出演者のツイッターにご応募お待ちしておりますので、ぜひ皆さんねコメントしてみてください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでお相手はジャイアント黒田、岩田ジュビロ、そしてターザンババゾンでした。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバ